このバルブが、まあ、1、2、3個あると思うんですけど、まあ、植え替えの目安としてあの、まあ、2個、3個程度残して植え替えをしていただくと、あの次の新芽が成長しやすくなってお花つきも良くなりますので、まあ、バルブを、まあ、1個とか2個とかにせずに、まあ、この後ろのバルブを1つ2つと残して、あと1つ先頭リードバルブというんですけどを残して植え替えてあります。で、まあ、この後ろのバルブのことを、まあ、バックバルブと呼ぶんですけど、このバックバルブは、まあ、取っていきます。で、取る、まあ、場所としては、まあ、ここにちょっと茶色いバルブがあるのが分かりますか。まあ、ちょっとここが茶色くなっているので、まあ、ここからカットしていこうかなというふうに思っています。まあ、このハサミは、まあ、切る前に、まあ、バーナーなので、あのしっかりと炙っていただくと、あのウイルス病などの病気を防ぐことができますので、ハサミを入れていこうと思います。まあ、これは外れそうなんですけど、まあ、ここからちょっと切りやすいようにちょっと土を落として開けて、ここをハサミでカットしていきます。ここです。ここをハサミでいきます。結構硬いので力があります。で、カットし終わりました。で、こうやって外れて、あまり根を傷めないように、カットし終わった後ですね、こうやってバルブが2つに分かれました。で、まあ、増やしたい場合は、まあ、バックバルブ拭きと、で、まあ、このバルブを、まあ、バーフや水、もしかしたら、まあ、芽が出てくるかもしれないので、はい、かもしれない、まあ、出ないかもしれないので、まあ、そこまで期待せずに、で、まあ、普通だったら、まあ、捨ててもらっても結構です。で、こちらの、まあ、リードの方、バルブ1、2、3個とバルブがあると思うんですけど、これをまた植えていきたいと思います。鉢のサイズなんですけど、この鉢だとちょっと小さいので、これではないな。この鉢だと、まあ、もう一つ作ってもいいかなという感じですね。このぐらいの鉢だと、もう一つで、この鉢だとこんな感じでしっかりと成長できるスペースを取ることができたので、この鉢で植えていこうと思います。その際なんですけど、まあ、この袴だったり茶色くなったあのものは、まあ、この隙間に、まあ、貝殻虫とか、まあ、あの琥珀貝とか、まあ、ちょっと虫とかが入ってしまうと、まあ、花芽とかあの雨とかが、まあ、食べられてしまう可能性があるので、これを、まあ、剥いでおくと、あのすごいいいと思います。で、剥ぐとこうやって新芽があるのが分かると、まあ花芽かもしれないんですけど、まあ、この芽が次出てきて、こういう風に大きくなって、まあ、大きなバルブが育って花が咲くという風になりますね。はい、こんな感じで茶色い袴を取ってきれいにできました。で、ここから植え付けていきます。で、植え付けの際なんですけど、まあ、リカステの場合は、まあ、バークで植えていきます。バーク植えの場合は、まあ、こんな感じで、あのバックバルブをこのヘリにつけて
まあ、先頭が開くようにしてこういうふうに、まあ、据えてあげて、でそこからこの、バークと軽石の混ざったものっていうのをそのまま入れていきます。こんな感じですね。こんな感じでもうどんどん入れていきます。水苔上だとリカステの場合は根っこが毛根が生えていて、少し植え替えの時に根が傷んでしまう恐れがあるので、まあ、リカステの場合はバーグと軽石の、まあ、混合用土っていうのを使うことが多いです。で、ある程度バークがこんな感じで入って、まあ最近ではこの棒ではつつかずにこうやってトントントンとトントントンと隙間を埋めていく感じで、それで用土を整えたら、まあグラグラしないかっていうのを確認して、この場合はまだ後ろにまだ入っていないので、まあ、その場合は継ぎ足しでこの用土っていうのを入れていきます。深さなんですけど、まあ、バルブっていうのは、まあ、この用土の上に出た状態で、まあ、リカステの場合は植えてあげます。はい、こんな感じでできました。この、まあ、肥料をやる際はこの先頭ではなくて後ろの方に肥料をあげていただくと、まあ、根傷みが少なくなるので、はい、あとまあこれ有機石灰なんですけど、まあ、この有機石灰は、まあ、鉢内のペーハーを整える役割があって、まあ、リカステにはこれを、まあ、先ほどと同じぐらいの量をこんな感じで温液石灰です、はい。まあ、これ殺虫剤で、まあ、オルトランっていう殺虫剤なんですけど、まあ、病害虫がやっぱりついてしまうと、まあ、病気の元になったりするので、まあ、それを防止するためにまあ、オルトランを入れていきます。まあ、本当に料理の胡椒をかけるぐらいの少々ぐらいで大丈夫なので、モルコート 3g、 有機石灰 3g、で、あとオルトラン DX を少々、そうですねっていう感じで、はい、そうですね。もう最初に植え替えた時にやっていくと忘れなくていいですよね。はい、そうですね。で、忘れずにこのこれを刺してもらって、ラベルね、はい、ラベルを、で、完成ですね。はい、こんな感じで植え替えの完成です。まだバルブが完全に完成してないんですけど、根の状態どうなってるかちょっと見てみたいと思います。見てみてください、はい、まだ新芽が伸びてる最中が多いと思うんですね。あ、どうですかね、はい、根がすごくよく張ってますね、はい、で、前の方は見られると思うんですけど伸びてる最中なんですよね。で、リカステっていうのは新芽が伸び始めはまだあんまり根が出てなくって、こう秋になってバルブが太り出した頃にもどんどん根がこうして伸びてくる。で、これから冬寒くなるんですが、さっきお話ししたようにリカステって低温は好きですから、冬でも根が伸び続けます。だから秋に植え替えても大丈夫なんですね。冬の間にどんどん根が伸びて、根が張った状態で来年の夏に向かいますから、暑さに耐えられるわけです。これを5月頃植え替えてしまうと根が傷んだ状態で夏を迎えますから傷めてしまうんですね。こういうふうにバルブが黒くなることが
あるでしょ。で、一番後ろのバルブだったら切って捨ててしまえばいいんですけど、一番先頭のバルブやれてますね。こういう時はどうするかっていうことなんですけど、どうしましょう。まあこの場合は、まあ、結構根元まで鎖が入ってるので、まあこの何て言うの、腐った部分を、まあ、切って、その後に切った後にこの石灰を塗って、じゃあちょっとやってみてください。容器が入らないとしていきたいと思います。思い切ってやってください。一つ一つのもんだから。ああ、そうです。皮下手術ですね。はい。スカスカになってるんですよね。そうですね。こんな感じでもうスカスカになっていますね。はい。その際に植え替えをしたハサミは殺菌のために、まあ、バーナーで炙っていただくか、新しいハサミで吸うようにしてください。ちょっと水を入れて練ったようにそうですね、はい、今日はアルカリですから殺菌作用があります。殺菌剤を塗布してもよろしいんですけどね。でこんな感じで、まあ、石灰を塗りました。はい、ありがとうございます。